和歴は、元号とそれに続く年数によって、年を表現する、日本独自の記念法である。法歴や日本歴とも。この手法自体は、東アジアで広く行われてきたが、日本独自の元号を用いているため日本固有の、記念法となる。飛鳥時代の高徳天皇によって、西暦645年に制定された、大化がその始まりであり、 以来15世紀にわたって使われ続けてきている。例えば、西暦2021年は、令和3年にあたる。また、歴法について、明治会暦で、天保暦に変えて、グレゴリオ暦を採用して、以降は、月日については、グレゴリオ暦と一致している。最初の元号大化が制定された、西暦645年以降に、248の元号が、 日本で制定されている。ただしこれは南北朝時代における領朝の元号双方をすべて含めた数である。重複のない元号の数は南朝を取る場合は232、北朝を取る場合は241である。古代には元号が制定されていない期間もあった。現在まで連続するのは西暦701年の大砲からである。また、 前述したように、南北朝時代には二つの言語が並行して存在していた。その他にも、地方の反乱勢力や都落ちした勢力が、中央の改元に従わず、旧言語を使い続けた例がいくつか知られており、多くの四年号も伝えられている。明治以降は、一世一元の御事のり、旧皇室天畔。 元号法により、天皇の位を継承する際にのみ改めることが定められているが、明治以前は不吉なことがあったり、病が流行するなどの理由で、たびたび改元された。そのほとんどは一年から長くて十数年の非常に短い期間しか持続しなかった。逆に、新天皇が即位しても、改元しなかったり、日を置いて改元した場合も少なくなかった。 日本の役所等の観光庁が発行する文書、観光庁に提出する書類は、慣例により、割引を記載したものが多いが、割引を記載しなければならないという法的な根拠は、存在しない。外務省は、国外とやり取りする書類については、原則として、西暦を利用する方針を示した。日本国外で主に使うパスポートや、気象観測機器の製造年には、 西暦が使用されている。新聞などには、西暦と和暦が併記されている。明治以前の言語は対応していない。また、元年は1と考える。計算に手間がかかる場合は、和暦西暦早見表を用いると便利である。マイクロソフトウィンドウズでは、ロケールに日本を選択することで、日付形式に和暦を選択できる。 マイクロソフトオフィスなどの書式文字列では、言語は GGG、言語での年数は E か a で表される。例えば、1990年を平成2年と表現する書式文字列は g ジュネインである。漢字1文字の略記は GG、A 字1文字の略記は G である。元年表現はサポートされていない。またレジストリーエディターで、 キーメイハッキーローカルマシンシステム、カレントコントロールセットコントロール NLS、カレンダーズジャパニーズいらずに、値の名前を、西暦月日びとし、値のデータを、言語言語の省略ローマ字表記された言語を、ローマ字表記された言語の一文字を追加すればよい。ありがとうございます。